ロシアがウクライナに侵攻してから11日目となる6日、ウクライナ軍の捕虜となったロシアの操縦士たちが助けてほしいと懇願する動画が SNS を通じて拡散している。A メディアデイリーミラーによると、ウクライナ軍は最近、ロシア戦闘機9機を撃墜し生存した操縦士たちを捕らえた。ウクライナ北部のチェルニーヒウで撮影された SNS の動画には、戦闘機の墜落により負傷したロシア操縦士たちがひどく怯え、プーチンの命令に従っただけだとし、どうか助けてほしいと懇願する姿が映されていた。怒りに満ちたウクライナ兵たちはなぜ民間人に対して爆弾を投下するのか。国民たちが次々と亡くなっていると叫んだ。爆発図を所持していた別のロシア操縦士は飛行命令を受けただけだと主張した。その後ウクライナ兵たちは、ロシア捕虜兵たちの負傷を考慮して病院に移送し、治療を受けさせたものとみられる。デイリーミラーはロシアのウラジーミル・プーチン大統領は48時間あれば、国を征服できると言っていたが、軍の士気はすでに地に落ちていると伝えた。燃料供給が滞ったことから戦車は途中でとどまり、至るところで攻撃が中断される事態が発生し、一部のロシア軍は衝突を避けるため降伏したり、車両の燃料タンクに穴を開けたりもしている。ウクライナ国防省はこれまで飛行機44機とヘリコプター48機を撃墜し、戦車285台、装甲車985台、燃料タンク60台を爆破したと主張した。一方、国連人権事務所は開戦日である先月24日午前4時から今月7日の午前0時までに、民間人の死者は406人、負傷者は801人と集計されたと7日に伝えた。このうち子供の死者は27人に達した。人権事務所は交戦の熾烈な地域での死傷者の報告が遅れていることから、実際の数字はもっと多いだろうと懸念した。WHO は開戦後、ウクライナ内の医療施設への攻撃が16回あったと明らかにした。